何もしてねえなと思って、で自分が頼めばいいんじゃないと思って、完全に夜のテンションで。すいません、お待たせしました。おはようございます。今日は高橋ちゃんの普段の一日に密着ということで、よろしくお願いします。今9時ですけど、何するの？どこ行くの？朝まずは、大学の近くのカフェに行きます。あ、わかりました。一緒についてていいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。行きましょう。行きましょう。でも、あそこのカフェ、節政さんがなんか行きつけのって言ってたんですけど、うん、私は初めてレベル。え、嘘そうなの？全然普段の一日じゃないじゃん。え、いつもは家の近くのカフェに行くんですけど、うん、今日は8時にしようかなと思って。ちょっとごめんなさい、なんか大学生の女の子のカバンの中身ちょっと気になるんですけど、あの私めっちゃガサツなんですよ、うん、めっちゃ汚いんですけど大丈夫ですか？全然、あちょっとやばいかも、汚いかも。ハンカチ、はい、ハンカチ、前髪くるくるするやつと、え、こんなん持ち歩くめっちゃ荷物持ち歩いてる。おー、すごい、何それ？これは先輩からもらったやつで、ウェブテストの勉強もやってるんだ。やってます。これは自分で買って勉強で、うん、でも絶対いつもこんないっぱいやんないんですよね。心配するから全部持ち歩いてます。これ塾校の。そうです。うわ、すごいね。それがしゅんさんにでかくないって言われた就活の。確かにでかい。え、このバッグにこれだけのものを。本当はリュックを持ち歩くべきなんですよ。友達にもリュックを買えって言われて。うん、買おう。うん、あの、めんどくさくて。どの時のやつとかも書いてるんだね。これは、私が初めての時なんで、これです。エルトさんの、はいはいはい、イエス見てくださいって言った時に、で、書いたやつで、まあ、ダメなところを聞いて、書いてあったメモと、そろそろお昼食べに行っていいですか？はい、あ、OK です。行きましょう。行きます。はい。ここ行きつけ？行きつけじゃないです。あ、行きつけじゃない。美味しそうじゃないですか？美味しそう。はい、ありがとうございます。お昼食べますか？美味しそう。いただきます。美味しそう。一番最初、ダイアリーの撮影の概要欄の概要欄です。あれはなんか、何でしょう？あ、夜に見てて、で、ああ、本当にみんなすごいなと思って、自分何もしてねえなと思って、で、自分が出ればいいんじゃんと思って、完全に夜のテンションで、ノリで、応募しました。多分、昼間だったら応募してなると思います。普通に見てさ、ぶっちゃけ良かった。うん。あ、本当？でも出てから病んで、はいはい、また自分の中でめっちゃ落ち込んで、うん、からまた上に上がれたから、うん、そういう意味でなんか総合的に言うと良かったです。うん、病んでっていうのは動画に出た後になんかあった？エルトさんの動画に混ぜて、うん、でその時の僕ってから先輩にほとんど作ってもらったものだったんで、うんうん、だからいい評価もらえたんですよね、うん、で少し自信ついちゃって、うん、なんか全然自分は何もできないのに自信だけついちゃって、うん、
グルディスで、まあ、グルディスも自分なりに頑張って勉強してたんですけど、まあダメダメで、でその時は自分であんま気づかなかったんですけど、後から動画見返してコメント欄とか読んでると、ああ全然ダメだみたいな思って、プライドが高そうっていうのか、人の話を聞かないっていうのと、あと自分に無駄に自信があるっていうのが悪いとこだなと思って、それだからグルディスとか行っても自分が一番できるみたいな感じで回しちゃってるけど、実際全然できてなかったっていうのが気づいたのと、あと周りの話聞けてないっていうのは、後から見て気づいたのはノートをずっと取ってて、でノート取ってるから周りの声も入ってこなくて、結局自分の意見を押し通すだけの嫌な人みたいになっちゃってて、一回ガーンって落ち込んだんですけど、じゃあどうしたら変われるのかなっていうふうに考えて、まあ、いろんな人に来てまくって、まあ、自分でもちょっとずつ、まあ、分かったのがダメなところが、これから意識して変えていこうかな。でその気づけたことが、もうめっちゃ自分の中で大きかったです。多分気づかなかったら、もうこのままただ自信があるだけの嫌な女。そんなことはないと思うけどね。で就活進んでたなって思ったし、自分の本当にやりたいことに向き合えてなかったなって、出てよかったなって、すごい。そばもとろろも美味しいね。とろろご飯めっちゃ美味しい。これ結構コメントとか見るの？めっちゃ見ます。すごいね。あ、これは、いやーと思って。なんて書いてある？タイムキーパーの女性が暮らしを消して、信頼的なタイプで、大体のダントツナンバーワン。まあ、反省しました、かなり。これ見たときは、マジでやめました。で、また夜見ちゃったんですよ、私これ。あー、これ夜見ちゃいかんよ。夜見ちゃって、めっちゃ読んだんですけど、まあ、しっかり自分でもう一回見直してみたら、あ、確かに。普通に対面で言ったら多分そんなに強く言ってくれる人はいないんで、まあ、ありがたいって言ったらあれですけど、ちょっと優しい言い方で指摘してほしいで、今日この後は？この後は友達と合流して授業を受けに行きます。おー、大学生だ、頑張って。友達一緒に授業受けに行きます。いってらっしゃい。大丈夫、ちょっと大丈夫ですか？じゃあ頑張ってきてください。いってらっしゃい。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。